エミエミとミスタイムの潜在意識ドキュメンタリー、イエーイ。はい、皆さんどうもこんにちは、ミスター M でございます。今回からですね、特別企画のスタートということでね、新しいプロジェクトの方は、ね、今回は皆さんに、ご紹介というかですね、ショーですね、まさにショーイングできるんじゃないかなということでね、僕非常にワクワクしてるんですけれども、題して潜在意識ドキュメンタリーということでね、実際にですね、潜在意識をゼロから使ってどうやって人生が変わっていくのかっていうプロセスを僕がね、皆さんにお見せしていく、そんな今回ね、番組の方ですね、新しく YouTube の方でスタートすることになりましたのでね、今日は皆さんにそのご紹介をさせていただければなというふうに思います。イエイ。今画面にね、可愛い女の子が出てるかと思いますけれども、まあ僕のね、奥さんではないです。たまにね、そういう質問が来るので、奥さんじゃないですね一応言っておきますけれども、まあすごく本当綺麗な女性なんですけれども、まあこの綺麗な女性にますますね、こう綺麗になってもらうっていうのもあるんですけれども、そういった部分だけじゃなくてね、数々の夢だったりとか、もしくはね、この後ドキュメンタリーの中で出てくると思いますけれども、自分ではね、忘れてかけていたけども、実はこういうことやってみたかったんだよねとかっていう経験だったりとか、もしくはこういったものが欲しいだったりとかね、こんな自分になりたいですね、要は B とかね、ハブってのは持つ、所有ですよね、だったりとか Do ですよね、経験だったりとか、そういった部分をですね、僕とのこう話のセッションの中で書き換えながらね、こうより良い方向に、より良い方向に叶えていく、番組になっておりますので、これね、今のところ業界初です。今 YouTube とかでこう自分の知恵とかね、経験を分かち合ったりしてくれてる方非常に多いと思うんですけども、やっぱりそういった話聞いてもね、なかなか腑に落ちてこなかったりもやっぱりする部分っていうのはあると思いますし、いや、その何々先生ってやっぱもともとすごい先生だから、ちょっと私違うんですよっていうふうにね、思ってしまう人もいると思うんですけども、今日皆さんにご紹介してるエミさんはですね、もう何でもかんでも僕に聞いてくれます。だから僕も嘘つけないだから今日そういった意味で、皆さんも多分ほら、日頃ね、その潜在意識の先生とかいろんな人たちにこう聞けないことをエミさんっていうのはね、どん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 聞いてくる人ですので、だからそういった部分も多分皆さんね、すごく、あ、そういうことだったんだって多分腑に落ちてくると思いますので、今回のこの企画、なんでこういうことするんだろうっていうところがしっかり分かってくると思いますし、その変わっていく中でのどんな感じなのかっていうところもね、フィーリングの変化とか自分の視点の変化っていうのもすごく、これビデオ見てるだけで勉強になるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ皆さんね、これとりあえずいいねマークね、押していただいてね、今回の番組本当に楽しみにしていただけたらなというふうに、思っております。まあ、そんなわけでですね、今回百数名の中でですね、実は、まあ、この潜在意識ドキュメンタリーに関して応募があった中でね、うちのスタッフが、厳選なる審査を行った結果ですね、まあ、エミさんの方に今回は決まったということでね、まずはおめでとうございますということですね、オーディション合格。まあ、そんなわけなんですけども、またエミさんの自己紹介だったりとか、今後ねどういう夢をね叶えたいと思っているのかっていうのはね、また僕の方から次回のビデオで細かくインタビューして掘り下げていきたいなというふうに思うんですけれども、今の気持ちだったりとか、まあ不安だったりとかね、なんかあったらシェアいただけますか。あ、はい、田辺恵美子と申します。よろしくお願いします。今回は選んでいただきましてありがとうございます。すごく、はい、嬉しい気持ちで今すごくいっぱいなんですけど、うん、やっぱりこの潜在意識ってすごい大事だなっていうのを年々こう感じて、うん、なんかその決定打になったのが、川本さんの名前は親から付けられた時に、うん、すごくこう自立した大人というか、あなたは立派な大人になるんだよみたいな感じで小さい頃からずっと言われていた、その名前の由来もそうだし、うん、そういうふうに親から言われていて、その小さい頃から自分はまだその小さいのに、あ、僕はそうなるんだっていうふうに思ったっていうお話を聞いたことがあって、うんうん、でそれですごく川本さんはすごく若い時からそういう自分の人生をどうしていきたいかっていうのを考えたことにつながったんだなと思って、だからすごく自分の脳みそを騙すというか、潜在意識を変えていくっていうのはすごい大事なことなんだなって思ったので、この企画で今回いろいろ川本さんに教えていただけることが本当にすごく楽しみですね。で、この皆さんね、条件がありまして、これぜひ見てくださってる方も見てほしいです。僕も嘘はつけないですし、だってほら、エミさんを変えていくんでね、インチキできないわけじゃないですか。そういったこともできないですし、逆に言うとエミさんもほら潜在意識を書き換えていくんで、嘘はつけないんですよね。だから今回ちょっと皆さん、そういった意味でね、この YouTube の中では嘘はありませんのでね、ぜひちょっとね、皆さんそこの部分はしっかりね、見張っていただけたらなというふうに思いますので、なんかエミさん嘘ついてるなとかね、僕とこう話してる姿も全部こう収録されてますので、ちょっとエミさんびっくりしないでくださいね。僕から人を話してる時にこう人の目のこう動きを見ていて、
この人が嘘ついてるのか嘘ついてないのかっていうのもやっぱり 100% とは言えないですけど、ある程度やっぱり分かるんですね。でそういう部分で皆さんもだからエミさんとか僕の目の動きを見ながらね、あ、カモさん嘘ついてるなとかね、そういうことはちょっとね皆さんしっかり 見張っといていただけるといいかなというふうに思いますので、ちょっとエミさんも笑ってますけども、まあそんなようなね今回企画ということになっております。まあそうですね、ちょっと僕からこの潜在意識に関しての思いちょっと最後にね伝えさせていただければと思うんですけど、まあ本当にねエミさんの先ほどおっしゃってくださった通りね、もともとの潜在意識のルーツっていうのは自分の親ですよね。でまあ、僕多分メールマガジンとかでシェアさせていただいたことがあったんですけども、まあ、僕シンっていう、ね、名前を ありがたく、頂戴してね、まあ、このように、まあ、生を受けたわけなんですけれども、まあ、その意味をねよく小さい時に自分の親父ですよねに聞かされていてね、まあ、僕はすごく努力してるつもりなんですけども、大した努力だったりとかねそういう才能がないんだけれども、それでもそれなりのお金ですね、あとすごく絶世の美女ってうちの親父は言ってましたけども、絶世の美女をね奥さんに迎えて幸せな人生を送るようなイメージを持ってるんだっていうねことをですねやっぱ散々聞かされていて、で不思議なんですけども、もしねそれを自分から思いついたもので言うとあんまり納得ができないというか腑に落ちなかったんですけども、なんか親から真顔でこういうふうに言われて思われるとですね、あそうなんだっていうふうに思って、なんかすごく腑に落ちてたんですね。それに関してはよくねほら潜在意識で例えば俺はポルシェを買うんだとかそのロールスロイスを買うんだっていうふうにいきなりね今まだ特に何も大きなお金がない人がですよイメージしたところ、いやそんなの無理なんじゃないのって思ったりする分ってあると思うんですけども、僕はその親からのメッセージに対して思わなかったわけなんですね。でまあ今蓋を開けてみるとね、まあ、ありがたいことに僕も本当にね絶世以上の僕的に言うと奥さんを、まあ、捕まえたというか、僕からすると僕が歩いていたら後ろに捕まってきたってイメージなんですけども、と奥さんもねやっぱりいらっしゃって、特に経済的な部分でも何かそういった苦労する思いもなく今生活させていただいていてね、何よりもやっぱり嬉しいのは本当にエミさんみたいにね本当に素敵な人がやっぱり周りにたくさんいるんですよね。まあ、たくさんっていうとねなんか何百人とかいるんですけど、別にそんなに多いわけではなくて僕の中ではすごくたくさんってことですね。なのでそこがやっぱ本当に嬉しいところでもありますし、逆にねそういった経験をした中で僕自身やっぱり思うのは、こういった潜在意識とか、まあ、要するに誰が作ってくれたのかわからないんですけども、人類に与えてくださったこの仕組みというかこのシステムをやっぱり知らないで人生を終えるっていうのは本当に僕悲しいことだと思うし、もったいないことだと思うんですよね。でやっぱりそういう神秘ではないんですけれども、地球が本当にね僕たちに与えてくれたそういう一つの機能ですよね。それをやっぱり少しでも多くの人たちに分かち合って、なんか別にねお金をたくさん稼いでいただいてね、成り金みたいになってほしいっていうわけではなくて、せっかくあるものにねそれを知らないで終わってしまうっていうのはやっぱりもったいないっていうところがあってね、それをやっぱ少しでも多くの人たちに共有していただくことによってね、なんかこう人生に対する可能性をね見出せるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。でやっぱりね毎年僕もいろんなニュースとか、まあ、世界を見ながら思うんですけど、本当に人間が可能性を持って生きていけるっていう情報よりも、なんかこうネガティブな情報だったりとかですね、すごくシリアスな、まあ、具体的な話をすると年金いくらないといけないんですよとかですね、例えば幸せになるためにはなんか人間関係これくらいないといけないんですよとかですね、本当の人として生きていく上での必要なものではない部分にどうしても意識を持ってかれてしまってね、本来自分の持っているパワーを開花させるどころかですね、逆にマイナスの方向に動かしてしまっている方が非常に多いのかなというふうに思っておりますので、そういうな部分を見ていてね、少しでもやっぱり多くの人たちにこの本当に誰しもが持ってますからね、このイメージをするだったりとかね、思考するだったりとかですね、こういう本当にパワーをねもっともっと知っていただいて、それをね使い倒していただいて、本当に人生をですね、まあ、変えていただくっていうとちょっと表現がすごく曖昧になってしまうんですけども、まあ、変えなくてもいいんですよね。ただあこんなことができるんだっていう気づいていただくってことですね。そこにちょっとね皆さんをぜひ連れていきたいなということで、まあ、この企画を始めていきましたので、ぜひね多分めちゃめちゃ面白い話も出てくると思いますし、もしかしたら僕がね本当に涙してしまうこともね、僕結構ね情に脆いというか、よくそういう心理学のテストみたいなあんまり信じないタイプなんですけど、出てきたのが情に脆いタワマンって出てきまして面白いですね。確かに僕リッチなもの好きなんですけども、でもすぐ泣くみたいな感じで、本当僕子供のねちょっとした成長でもよく泣くんですよね。多分1週間に平均3回は泣いてますね、真面目に。だってこのエミさんに関してもなんかいいことが、ね、あったとした時もそうですし、悪いことがあっても、ね、多分泣いちゃったりするかもしれませんけど、それもねノーカットで、あまりにも泣きすぎて惨めというか、ビデオで見せられなければほら皆さんにちょっと失礼なので、なんか鼻水ずるずるだとちょっとなんかさすがに見れないじゃないですか。だからその辺ちょっとカットすると思うんですけど、そういう企画ということで、ぜひね楽しみにしていただけたらなと思います。
まあ、そのわけでね、今後ともエミさんとまた毎月1本か2本ずつぐらいビデオが出てくると思いますので、皆さんぜひこの番組楽しみにしていただけたらなと思っております。そのわけでエミさん、今後ともよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、それでは皆さん、またお会いしましょう。またお会いしましょう。